それでは緑の楷書に行きますね。まず糸辺を1画目ね、平行に持ってきて、大体同じ位置ぐらいで右上がりで閉じます。中心を守って立て、上の方に2つの点ですね。少し下の位置から内側に入って2等分して、閉じた時に上の2倍ぐらいの長さ。この内側に入った線よりちょっとまた左に入ったところから縦を、辺と大体同じぐらいの位置、上の方に点、この点の位置よりもちょっと外に出てすくい上げるね。上からこの位置ぐらいに合わせて、この位置ぐらいから45度で払っていきます。じゃあ緑の行書ですね。まず細いから太いでずっと続けて、こう押し戻して抜いてくる感じですね。少し引っ掛けて点々と続けますね。少し下の位置から間隔角度を揃えて伏せる位置ですね。まあ楷書と大体同じで1の2ぐらいでいいかな。少し内側に入ったところから、辺よりも下の位置に持ってきて、少し外からすくい上げる。細いから太いで大体同じ位置ぐらいで抜きます。